吉田の発見動画チャンネルの吉田智です。ここは町田市の町田街道町原の交差点です。この町田街道といいますと町田市の中で最も交通量の多いところです。この時間帯はなぜかこの町田街道側ではなくてこの大和の方から行きます道路と福島の方に向かいます道路、こちらのラインの方が車が多くなっています。ここもずっともう車が並んでいるのが見えますし、この後方側も先ほどずっと並んでいました。この町田街道側はちょうどこの向こう側にも1台しかいないというような状況で、全体としては非常にこのスムーズな中になります。本日は福島ですけどちょうど最初の日にちになります。4月の6日から10日間、15日までの交通安全度の春の交通安全度の期間になります。町田市ではそれぞれの地域で交通安全協会の皆さんが団体で各交差点に立ちまして拠点の交差点に立ちまして交通安全度を交通安全の指導をやってくれているところです。これから間中それだけ間中交通安全に皆様方努めていただきますよう申し上げまして終わります。